日本鉄道327にダブスとベイヤー、ピーコックから各6両、1903年にノースブリティッシュロコモティブから6両が輸入されたもので、ダブス製は DT3、4型、ベイヤー、ピーコック製は PT3、4型、ノースブリティッシュ製はダブス製と同じ DT3、4型と称された。本形式の特徴は0から6から2という独特の車軸配置にある。 この車軸配置は急勾配の介在する路線で旅客列車を牽引するために設計されたもので低熱量の常磐炭電酸石炭の使用を考慮して過失の飛行士面積を大きく取る必要がありベルペア式過失を採用したその過失を支えるために重輪を追加したものであるまた先輪を設けず動輪は三軸ともフランジ付きとしたがこれは 雪中での脱線の可能性を低減するためである。しかしながら、先、輪がないことにより、第一動輪のタイヤの摩耗が激しくなると予想されたため、第一動輪と第三動輪は、相互交換可能に設計された。重輪は、左右に、それぞれ6 4ト、mm、ルの横道を許し曲線、通過を容易とする構造とされたが、廃和庫を拡大するため、ラジアル式ではない。 便室は部品の取り外しに便利なようシリンダーの真上に配置されたが、便装置は保守の手間を軽減するため、ワルシャート式が採用された。淡水車はいずれも三軸固定式であるが、両形式で台車の若干形状が異なった。また砂箱は両形式ともボイラー状に置かれたが、位置と形状が異なっていた。1906年、日本鉄道は国有化され、本形式も 国有鉄道席となったが、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定により、DT34 型は7050型と、PT34 型は7080型と、改版された。使用成績は芳しくなく、脱線が多くて乗務員に不評であった。使用線区は、東北本線で、旅客用としては、黒磯駅、福島駅、白石駅間の、 購買区間で、貨物用としては、白川駅福島駅間で使用されたが、晩年は、田畑や水戸で雑用に供された。廃車は、7050型が1928年及び1929年、7080型が1922年であった。全車が解体され、払い下げられたもの、保存されたものはない。7050系の形式図、ありがとうございます。